今回は機体重量 100g 未満で航空法の適用を受けずに飛ばせるマイクロドローンを紹介します。見た目おもちゃに見えますが、本格的なラジコンのプロポを使って操縦するドローンです。機体は柔軟性のある材質で、フレームとプロペラガードが一体となっていて、障害物にぶつかってもプロペラが破損しないようになっています。こちらのモブラ 7HD はマイクロ SD カードに直接録画できる撮影用のマイクロドローンです。このマイクロドローンはゴーグルをつけてドローンのカメラから送られてくる映像を頼りに操縦するのですが、映像送受信には 5.8GHz の電波を使用しているので、アマチュア無線4級の資格とアマチュア局の申請が必要となります。小型のスマホと比較してもこの大きさです。ちなみにバッテリーを含めた機体重量はメテオ65が 32g、 モブラ 7HD が 50g でした。 100g 未満のドローンで人気のテロと比較しても一回り小型ですね。ちょっとテーブルの上で浮かしてみます。プロポはラジコンヘリで使っている双葉重 J で設定し操縦しています。プロポの電源を入れ、機体のバッテリーコネクタを接続します。あらかじめプロポで設定したアームスイッチを入れるとプロペラが回転し、スロットルを上げると回転が速くなり離陸します。低空飛行はドローン自体の浮圧で下から跳ね返されるためうまく飛ばせません。こちらは家の中で飛ばした時のゴーグルに映し出された映像です。このようにドローンのカメラから送られてくる映像を頼りに操縦しています。こちらはモブラ 7HD を誰もいない公園で飛ばした時の映像です。機体にマイクロ SD を挿入し、電波を介さず映像データを書き込めるので綺麗な映像を撮影できます。そして小さい機体の機動性を生かして遊具の隙間を通して撮影することもできます。普通のドローンは鳥の目線で撮影できますが、マイクロドローンは虫の目線で撮影することができます。今後もマイクロドローンを練習しながらたびたび動画をアップしますので、よろしくお願いします。